広田光輝は日本の外交官、政治家。君党は国一党。救命は上太郎。外務大臣、内閣総理大臣、貴族院議員などを歴任した。戦後に行われた極東国際軍事裁判で永久戦犯として有罪判決を受け処刑された。広田光輝先生生誕の地の石碑1878年2月14日。 福岡県中郡家事長の石材店を営む広田、徳平の息子として生まれた。署名は上太郎。徳平は、箱崎の農家の息子で、広田家に、都邸で入り真面目さと、仕事熱心が変われ、子供がいなかった広田家の養子になった。亀山城構造の名盤今日でも福岡市の東公園内にある亀山城構造の名盤には、設置に功績があった石膏として、 徳兵の名が刻まれている、右画像参照。広田高貴伝などによると、当時の広田家はひどく貧しかったというが、親族によるとそれほど貧しくはなかったという。また徳兵は、条約改正に反対し、大隈重信に爆弾を投げつけて、重傷を負わせた、苦島常吉のために、立派な墓碑を寄贈した。苦島は、現用者の社員であり、広田家と、 原用者の間につながりがあったことを示している。福岡市立大名小学校、高等小学校卒業後、余暇を経て福岡県立周遊館に入学した。同窓生には同期で外交官となった平田智がいる。広田は幼少期から柔道、書道を得意としており、原用者の所有する柔道場で稽古をしていた。後に、 柔道場が新築された時の落成式では総大を務めている。この頃現業者の社員となった。当初は家計への負担をかけないために陸軍士官学校への進学を志望していたが、周遊館時代に起きた三国干渉に衝撃を受け外交官を志した。周遊館卒業直前、 冷えしている前週の僧侶に相談に行き、お前が自分で自分に責任を持てると思うなら自分で名前を考えろと言われ、後期と解明した。後期は、論語末期四大白第八にある、私不可も、不幸期ならざるべからずから取った。解明は、正当な理由がないと難しいが、創籍に入る場合は、解明自由となるため一年間時に入ったということに、してもらった。 修友館卒業後、平田と共に上京し、第一高等学校、東京帝国大学法学部政治学科に学んだ。学費は、現用者の平岡幸太郎が提供している。また、東山光の紹介で、添江島種臣、山田円次郎、内田良平や杉山茂丸の地遇を得た。内田の紹介で、行動館に入り、また山座には特に気に入られた。山田は、 ヒロタラに外交関連の小冊子の発行を依頼し、1903年には満州、朝鮮の視察を命じている。日露戦争時には捕虜収容所で通訳を行い、ロシア情報の収集に当たった。大学卒業後の1905年に高等分館、試験外効果を受けるが、英語が苦手で落第、ひとまず韓国党官府に席を置いて、試験に備えた。 定大同期のサブリ・サダオは、守備よく合格している。不妊直前に、現用者幹部、ガツセイコウタ太郎の次女で、ヒロタラの下宿生活の手伝いをしていた静子と、結婚した。静子との結婚前には、元外相加藤孔明の紹介で、三菱財閥の令状との縁談が持ち上がったが、これを断っている。翌年の高等文館試験外効果では、 合格者11人のうち、主席で合格して、外務省に入省した。同期に、吉田茂、武者の工事公共、池野辺隆一、林久二郎らがいる。1909年、妻の広田静子とハーグ会議の日本代表として、出席した広田。1930年1907年、新国公使館付け替え交換補として、北京に在勤。 その後は三等書記官として、ロンドンの在英大使館に赴任。1913年6月、本省の通商局第一課長となり、第一次世界大戦後、中国への対二21課条要求の条文作成に参加する、ものの最後通帳の形で出すことには強く反対した。1919年、ワシントン DC に赴任することとなり、 その際、サンフラニシスコに着くと外務省の役人として、初めて、日本人移民村の視察を行い、移民たちから歓迎を受ける。その後、新設された、情報部の課長、次長を経て、1923年9月、第2次、山本内閣発足に伴い欧米局長となる。次の加藤公明内閣では、国際協調を重んじる、シデ外交の下で、 欧米局長として対訴関係の改善に取り組み、1925年の日ソ基本条約締結により国交回復にこぎつける。当時、広田は党派を超え広く外部と交際しており、外務省には、しで原、いずぶち、広田の三人の大臣がいると言われるほどであった。1926年11月、オランダ公使を拝命6月。 1930年10月、中ソビエト連邦特命全権大使を拝命し、1932年にかけて務めた。着任後、満州事変が勃発。政府は軍を直ちに撤兵させる旨を各国政府に通告する。要駐在大使、講師に訓令を出したが、広田は慎重な態度を取り、ソ連に通告を出さなかった。 関東軍は撤兵することなく永久占領の形で、父春に居座り、駐在大使、講師が各国政府の信頼を失う中、モスクワだけが例外となった。外務大臣の頃1933年9月14日、斉藤内閣の外務大臣に就任。これは、前任者の内田高裁の人選によるものである。 この時、各国の中日大公使を招いて、新任挨拶をした際、中日米国大使、ジョセフ・グルーの信頼を得る。斎藤内閣で5回にわたり、開かれたご紹介議では、大祖強行意見を唱える、陸軍大臣、荒木貞夫と、海軍大臣、大隅峰夫を相手によく渡り合い、陸軍の提出した、広告国策基本要項を骨抜きにした。 1934年4月17日、外務省情報部長、アモウエイジが中国大陸に対する外国の干渉を退りけるという趣旨の会見を行った。この発言を欧米諸国は、都は文老主義であるとして激しく非難し、外務省内部からも反発された。アモウの発言は、広田名義で中華講師、有吉明に宛てた光電であったが、 この公伝の内容を指示したのは、外務次官の茂光葵であった。広田は、グルーなどに、第三国の利益を害するものではないと釈明を、行ったが、アモウや茂光が処分されることはなかった。同年7月3日、斉藤内閣は、総辞職したが、続いて、岡田内閣でも外相に留任し、当時ソ連との間で懸案となっていた。 同志鉄道買収交渉を打結、条約化し、鉄道をめぐる、紛争の種を取り除いた。また、ソ連との間で、国境確定と紛争処理の二つの省委員会を持つ、委員会を設けることを取り決め、後に、自身の内閣で、国境紛争処理委員会として設置される。1935年1月22日、帝国議会において、広田は、 日本の外交姿勢を、共和外交と規定し万法共和を目指し、私の在任中に戦争は断じてないということを、確信いたしておりますと発言した。この発言は、蒋介石や王朝名からも評価された。その後、中国に対する外交姿勢は、高圧的なものから融和的なものに改められ、違い方権の撤廃なども議論されるようになった。さらに在下日本代表部を、 公使から大使に昇格させた。諸外国もこの動きに追随したため、中華民国政府は、広田外交を得とし大いに評価した。しかし、軍部は、満州国の承認がない状態での大会融和に反対であり、特にこの動きは軍部への根回しがほとんど行われなかった。また軍部は、衝突が起こるたびに独自に、中国側と交渉し、埋めず、 何王金協定や土井原、旗特巡協定を結ばせた。中華民国側は外務省に仲介を求めたが、本県は主として停戦協定に関連せる分関係事項のあるをもって外交交渉として取り扱う二便ならずとして拒絶した。中華民国政府内の親日派は日本との提携関係を具体化すべく、同年5月から広田と協議を始めた。 中華民国側は、日中関係の平和的解決、対等の交際、排日の取り締まりの3条件を提示し、さらに、満州国の承認取り消しを求めないという条件を伝えた。しかし、広田はこれに納得せず、新たな、広田3原則を提示した。品川をして、排日言動の徹底的取り締まりを行い、かつ、欧米依存より脱却するとともに、 対日親善政策を採用し、諸政策を現実に実行し、さらに具体的問題につき帝国と提携せしむること。品川をして、満州国に対し、究極において、正式承認を与えしむること必要なるも差し当たり、満州国の独立を事実上黙認し、反満政策をやめしむるのみならず少なくとも、その節満地域たる、北支方面においては、 満州国と間に、経済的及び文化的の融通提携を行わしむること。外務を等より来る、石化勢力の脅威が日満市三国の脅威たるに、鑑み、品川をして、外務を雪上方面において、右脅威排除のため我が方の希望する諸藩の施設に、協力せしむること。この三原則は、外務、陸、海の三大臣の了解事項となり、首相、 岡田圭介、大倉大臣、高橋惠紀もこれを了承した。これは、対中外交の大枠を決定することにより、実質的に軍部を牽制するものであった。しかし、中華民国側には、失望をもって受け止められた。中国側の原則は、まだしも相互主義的であったが、広田三原則は一見して明らかな通り、日本側の一方的な要求に終止していた。 日中歴史共同研究の日本側研究者は結論つけている。また、軍の国防問題講演会や国体名庁講演会に対抗するため、吉田茂ら大名の代行師に国内各地で外交問題講演会を開かせた。1936年3月9日。 広田内閣の閣僚らと1936年5月29日成立の思想反保護観察法によって設置された思想反保護観察書の一覧。このほか、仏教会等も思想反保護観察団体であった。1937年1月21日、衆議院本会議にて、衆議院議員浜田国松の質問に答弁する陸軍大臣寺内俊一と、 広田2.26事件が発生すると、岡田内閣は、総辞職した。当時の総理大臣は、最後の元老であった、西園寺金持が、天皇の家門を受けて推薦していた。この時西園寺はまず、この絵踏み丸を押し、はじめに、この絵に祖格命令が下ったが、この絵は、病気を名目に辞退した。そのため、数密院議長、市木徳郎が広田を押した。 西園寺もこれを了承し、この絵を返して、吉田茂を説得役として派遣した。広田は拒み続けたがついには承諾した。昭和天皇は広田が総理になることについて、西園寺に、広田は名門の出ではない。それで大丈夫かと尋ねた。広田は、名家出身でないのは元より、親類、縁者にもこれといった人がなかったが、それによるいじめを、 心配してのことだった。しかし当時の日本は、業績主義が徹底し、出自に関わらず、軍学校を経て、高級軍人や帝国大学を経て、高等文館への道が開かれていた。これを後で聞いた広田は、陛下は自分に対して信任がないのではないかと、とても気にしていた。1936年3月5日、天皇から、祖格大名が下る。この際、 天皇から新総理への注意として、歴代総理に与えられた三箇条の注意があった。の他に、第四に名門を崩すことのないようにという一箇条が、特に付け加えられた。これは当時は、貴族院改革が問題となっており、特に軍部や右翼により、家族議員の削減による、経費削減が議論となっていたことによる、組閣にあたって陸軍から、 閣僚人事に関して不平が出た。このましからざる人物として指名されたのは、吉田茂、川崎拓吉、小原正、下村海南、中島畜平である。吉田は、英米と友好関係を結ぼうとしていた自由主義者であるとされ、結局吉田が辞退し、広田が外務大臣を兼務し、小原、下村らも辞退、川崎を、 商工省に据えることになり3月9日、広田内閣が成立した。就任後は2.26事件当時の陸軍次官、軍務局長、陸軍大学校長の大官、公鉄、軍事参事官全員の辞職、陸軍大臣、寺内俊一ら若手3人を除く、陸軍大将の現役引退、計3000人に及ぶ、人事異動、 事件首謀者の将校15人の処刑など大規模な祝軍を実行させた。しかし、軍部大臣現役部官制を復活させ、軍備拡張予算を成立させるなど、軍部の意見を後半に受け入れることとなる。また祝軍と共に、書政刷新に取り組み、以下の広田内閣の7大国策、14項目を決定した。国防の充実教育の刷新改善中央。 地方を通じる税制の整備国民生活の安定産業の統制対ン重要国策の確立、移民政策及び投資の助長等行政機構の整備改善具体的には義務教育期間を6年から8年延長、地方財政調整交付金制度の設立、発送電事業の国営化、母子保護法などの法案化を決定した。11月には、 日独母教協定を締結した。これについて、広田は、東山光の死後、東山を大徳と呼び、英米の東洋圧迫が露骨化してきた頃、陰ながら先生が、独体師との間に尽くされ圧戦されたとその内幕を書いている。また自ら天皇にも働きかけ、文革認賞を制定した。 一方で軍部の自由行動を抑え、統帥の一元化を図るために大本営を設置する案を持っていた。しかしこれは正式に提案されることはなかった。1937年1月、議会で浜田国松と寺内俊一の間で滑覆問答が起こった。激怒した寺内は、広田に衆議院解散を要求。しかし、 政党出身の四閣僚がこれに反対し、海軍大臣、長野治も解散には否定的であった。このため広田は、閣内不統一を理由に内閣総辞職を行った。広田の後任として、組閣大名を受けたのは、宇垣一世であったが、陸軍が反対し、軍部大臣現役部官制によって、陸軍大臣が得られずに組閣できずに終わる。代わって、 林千十郎に組閣大名が下り、2月2日に、林内閣が成立した。1937年、内閣総理大臣、このえ文みら第一次、このえ内閣の閣僚らと辞職後しばらくは、久げ沼の別荘で、恩急生活を送る。5月31日には、貴族院の直選議員となった。6月4日に、このえ文みを首相とする、第一次、 この絵内閣が成立すると、この絵の要請で外務大臣となった。しかし、組閣後間もない7月7日に六甲橋事件が勃発し、中華民国との間で戦闘状態が発生した。当初、広田は不拡大方針を主張し、現地交渉による解決を目指した。南京駐在の3時間、日高新六郎を通して国民政府外交部長を、 王朝を恵みに退出義のように要求させた。帝国政府派さ、7月11日生命の、方針通り、あくまで事態不拡大の方針を堅実といえどもも、それの後における国民政府の態度に、官味先を要求すみ派をおむね7月19日を、起死回答を急務。しかし戦火に対して世論が湧き立つと、徐々に妥協的になり、陸軍の求める増派や、 休戦条件を了承するようになった。この時の内務大臣、馬場イ一は、広田外務大臣のごときはあまりに消極的で、こういう大事な時に進んで、ちっとも発言しないとし、この絵も、外務省は、広田さんの消極的な態度にはほとんど呆れ返って、下の者が、まるで、サボタージュというような状態だと語っている。この時、広田の部下であった東亜局長、 石井太郎と東は一課長、上村真一は辞表を提出したが、広田に移留されている。不拡大を実現したい陸軍作戦部長、石原幹事は何度も、首脳外交を提案するが、外交のプロを辞任する広田は動かず、外務省は石井を中心に、北市からの撤退を基本とする、和平条件を作り陸海軍の了承を得るが、実現しなかった。 閣議で不拡大方針が放棄された後も、日華和平の動きは続いた。当初、広田が南京に派遣されるという案があったが、実行されなかった。最終的には、元外相有田八郎を中国に派遣して、国民政府との交渉の糸口をつかもうとした。また、中日ドイツ大使、ヘルベルト・フォン・ディルクセン、中華なドイツ大使、オスカートラウトマンを介して、 事変の解決を働きかけたが、日本軍の占領地域が拡大すると、先に割れ方条件につけお話したるが、その後一1ヶ月余りも経過し、選挙区大いに進捗し、今日に至りては、日本国民の島に対する考え方にも変化を生じ、日子関係の根本的立て直しを求めいるとして、条件を付加し、交渉はまとまらなかった。交渉中止の決定を受け、 国民政府を対処とせずというこの SMA が発せられた。1938年1月22日、広田は帝国議会で到底事変解決の見込みないことが明らかとなったので、ありますと述べ、帝国都心に提携するにたる信仰しな政権の成立発展を期待するとした。この後、南京に日本の支援で中華民国維新政府が設立されたが、 小介析率いる重慶国民政府との交渉ルートは失われ、和平は絶望的になった。5月26日、路線転換を図ったこの絵は内閣改造を行い、広田は外相を辞任した。後任はかつて広田内閣後の首相候補となった宇垣一世であった。外相時代にはその他、上海でのヒューゲス戦争難事件、ヨースのパナイ号事件、 武庫のレディバード号事件に前書し、英国大使、ロバート・クレイギーと、米国大使、ジョセフ・グルーから高く評価された。また、企画委員による、総理直属の大化中央機関である、大使局設置構想に、外交の一元主義を破壊するとして反対している。外省辞任後は、貴族院議員として過ごした。1939年の、 平沼内閣総辞職後にはこの絵が広田を首相候補として挙げた。一方で広田はこの絵を推薦したが、西恩寺は安倍信行を総選した。安倍の後の与内内閣では壊れて内閣参議となった。与内内閣が倒れると元首相として重臣会議に出席し、第二次、この絵内閣の成立に関わった。この時、広田は当初、この際やはり軍に、 了解のある、軍に近いものがいい。従って軍人がいいけれども、適当な人がなければ、やはりこの絵より、他あるまいと、消極的ながら賛成した。しかしこの絵が、松岡洋介を外相としようとすると、松岡では危ない。東郷を起用するが良いと、反対した。しかしこの絵は松岡を外相とし、日独位三国条約を締結した。 広田は三国条約が英米を敵にすることとして反対している。第二次世界大戦開戦後の1940年10月の大政翼三会発足後には、後藤文夫、東郷持ち長、石黒忠厚、松本常治と共に、貴族委任内会派無所属クラブを組織した。1941年の第三次、この内閣の成立には難色を示したものの、 東条内閣成立には賛成している。この時対米交渉に悩んだ統合外相が辞職して事態打開を図ろうとしたが、広田はこれを遺留している。大東亜戦争11月29日に開かれた重心会議では、東条秀樹が戦争に訴えざるを得ざる理由を述べた。大本営陸軍部戦争指導班機密戦争日誌では、安倍、林、広田は、 首相の決意を両とセルガゴとしと、東条に同意したように描写している。一方で、木戸孔一日記では会議で、危機に直面して、直に戦争に突入するのはいかなるものにや、たとえ打ち合いたる後といえども、常に、最新の注意を持って、機会を捉えて、外交を当たるにて解決の等を取るべきなりと思うと、発言したとされる。後に、昭和天皇は、広田の発言を、 全く外交官出身の彼としては、思いもかけぬ意見を述べたと評している。1942年6月、非、対抗主導名条約継縮統令のため、特派大使として、矢田部康吉特命全権大使、水野伊太郎特命全権講師、懲海孝一郎書記官、東郷武蔵書記官らとともに、対応国に派遣される。1943年中頃の広田を、 広田と面会した学生が、軍部の応暴に行き通られ、それに講しきれぬ、東条内閣の無策を非難され、戦争は、絶対勝てぬから早く収束させねばならぬとおっしゃり、日夜その方策に奔走されているようでしたと、回想している。戦況が悪化しつつあった1944年に、東条内閣が倒れると、小磯内閣によって、最高戦争指導会議が設置された。 9月4日に開かれた会議では和平仲介のため広田を特使としてソ連に派遣する決定を下した。しかしソ連外相ビャチェスラフ・モロトフによって特使受け入れは拒絶されている。1945年5月25日の東京大空襲で原宿の自邸が離災したため藤沢市区下沼の別荘に避難する。 同年6月にはソ連を通じた和平交渉を探っていた東郷持長の意を受けて箱根のゴーラホテルに疎開していたソ連大使ヤコフマリクと非公式の接触を図る。広田は私的な来訪を装ってソ連の条件を探り出そうとしたがソ連はすでに対日参戦の方針を固めていたことに加え日本側の条件を明確にしなかったこともあり 東郷が期待した返答を得ることはできなかった。6月29日の3度目の面談がマリクとの最後の接触となり、7月14日に再度の会見をソ連大使館に電話で申し入れた広田をマリクは拒絶して交渉は終結した。8月10日の重心会議では無条件降伏もまたやむを得ないと発言し、日本の降伏を迎えた。 逮捕1945年8月20日、久下沼の別荘から知人である、安倍十二作りの練馬の家に移る。進駐してきた、連合国軍により、永久戦争犯罪人容疑者として逮捕され、12月2日、菅野プリズンに収監される。収監された広田に対し、GHQ の組織した国際検察局が、 極東国際軍事裁判の訴追対象とするか、どうかを決定するための尋問を行った。この中で、国際検察局側は、組閣時に、閣僚人事に、軍の干渉を受けたことや、首相時代に、軍部大臣現役部完性を復活した提案を、重視した。広田は後者については、この決定が、現在の情勢を招いたとは思わないと回答している。ただし、 軍の活動が緊迫したものになると、外交政策はそれに引きずられてしまうことが多い。そうなると、外務大臣などはほとんど無力化されてしまうと、統帥権の独立を盾に政府に圧力をかける、軍への対応に苦慮したことも、率直に明かしている。シナ事変当時、追加派兵の予算を認めた点を、陸軍の活動を承認したことにならないかと問われた、ことには、 事実はその通りとも答えた。こうした、広田の回答から、国際検察局は広田を、広田氏は、軍国主義者ではないものの、政府を支配しようとする陸軍の圧力に屈しており、侵略を容認し、その成果に順応することで、さらなる侵略に弾みをつけた者たちの典型である、として、日本が膨張を遂げていく上での積極的な追随者、 共同防御の一端を担ったと認め、訴追対象に加えた。なお、広田は尋問の最後で、自分の処罰を軽くするための弁明を行っているとは、思わないでほしい。過ちだと判定される事柄については、私は責任を取ると述べている。訴追局東国際軍事裁判にて、この結果、対アジア侵略の共同防御や、 非人道的な行動を黙認した罪等に問われて起訴された。最も大きな罪状とされたのは日中戦争を始めたことについてである。南京虐殺事件に関しては外務省が陸軍に対して改善を申し入れていたが連合国側は残虐行為が8週間継続したこと。そして広田が閣議にこの問題を定義しなかったことで、 ヒロタが事件を黙認したものと認定した。ヒロタは、後半では、沈黙を貫いた。弁護人の一人である、ジョージ山岡が、東水県の独立の下では、官僚は軍事に口を出せなかったことを弁明した。際にも、ヒロタはそれについて語ろうとしなかった。外国人の弁護士と日本人の弁護士がついて、このままあなたが黙っていると危ないですよ。 あなたが無罪を主張し、本当のことを言えば重い刑になることはないんですからと、しきりに進め、同じ永久戦犯の佐藤健良も、同様に広田に無罪を主張するよう促していた。にもかかわらず東京裁判で、広田が沈黙を守り続けたのは、天皇や自分と関わった周囲の人間に類が及ぶ、ことを一番心配していたからだとされる。広田は、午前会議にも、 重臣会議にも出席しており、日中戦争が始まる時にも、天皇を交えた話し合いが持たれていた。広田の場合は、裁判において、軍部やこの絵に責任を負わせる証言をすれば、死刑を免れることができた、という分析も多く、広田とは、対照的に軍部に責任を擦りつける発言に、終始した、木戸孝一は、後に、広田の裁判における姿勢について、 立派ではあるけどもだ、つまらんことだと思うんだと評している。死刑判決1948年、極東国際軍事裁判にて裁判長、ウィリアム・ウェブからの死刑宣告を聞く広田広田は、最終弁論を前に、弁護人を通じて、行為の感触にあった期間に起こった事件に対しては、喜んで、全責任を負うつもりであるという言葉を伝えている。 広田は55の素因で訴えられていたが、そのうち、侵略戦争の共同防御、満州事変以降の侵略戦争、戦争放棄遵守義務の無視の3つの素因で有罪と判定された。判決では、総理大臣機の国策基準、日独防協協定、特に日中戦争機の外務大臣としての責任が言及された。日中戦争について、 広田はこれらの計画をすべて十分に知っており、そしてこれを指示した外交交渉で日本の要求が満たされるに至らない時は武力を行使することに終始賛成していたとした。また、南京事件に関しては彼が取ることができた他のどのような措置も取らなかったということで、広田は事故の義務に怠慢であったと指摘し、彼の不作為は 犯罪的な過失に達するものであったとしている。この有罪言い渡しの後、法廷はしばらく休廷に入った。この時弁護人の花井ただしに、量刑というものは、上々で軽くなるものでしょうかと聞き、花井が、そうですと答えると、困ったなあ長く繋がれるのが一番困ると述べた。その後、再開した法廷で、広田には、死刑宣告が行われた。この後、 広田に、残念でなりませんと語りかけてきた、元ドイツ大使の大島博士に対しては、雷に打たれたようなものだとひょうひょうとした表情で、返答したという。なお、11人の裁判官中3人が、無罪、2人が、禁固刑を主張している。オランダのベルトレーリンク判事は、広田が戦争に反対したこと。 そして、彼が平和の維持とその後の平和の回復に最善を尽くしたということは疑う余地がないと明確に無罪を主張している。この絵ふみまろが実決していたために、文官の大物先犯である広田は注目されていた。そんな中で文官で唯一の死刑判決に広く衝撃が走った。太平洋戦争を止めようとしていたという印象を、 国民の間にも強く持たれていた広田に対する死刑判決には多くの疑問の声が上がった。占領軍の決定に対する反対運動などが皆無だった当時において減刑するように全国から数十万という署名が集められたほどである。また死刑を休刑していたはずの連合国の米国人、検察官側からですら判決は意外だったとの声もあり、最終弁論で 彼らは誰一人として人類の悲劇というものを尊重していないと被告人たちにバリ増言を浴びせた首席検事のジョセフ・キーなんですがんという馬鹿げた判決かどんなに重い刑罰を考えても終身刑までではないかとのコメントを残している前期南京事件に関し日本ではせいぜい保護責任者遺棄致死罪とされるような防止責任 監督責任といった間接的な責任であっても、英米法では、英米共に、古殺の一種として、殺人罪の一類刑とされ、早くから英国から独立し独自に、法体刑を発展させてきた米国と異なり、この当時の英国を呼び、英連邦自治領諸国では未だ殺人罪は酌量の、余地なく死刑が必死とされる罪であった。 死刑は6対5の一票差の多数決で決まったとされ、このことが、票数に影響したと考えられる。一方で、現用者に対して、GHQ の調査分析課長であったエドガートン、ハーバート・ノーマンが、日本の国家主義と帝国主義のうちで、最も基地がいじみた一派という見解を示していた、ことや、大陸で工作活動をした。 国流会を設立した内田良平と広田が友人であったこと、1944年に没した遠山光の葬儀委員長を務めたこと妻、静子の父親が国粋主義者であったことなどから、広田イコール欲という潜入観があったと見る説も日本にはある。なお、広田の妻、静子は東京裁判改定前の1946年5月18日に、 くげぬの別邸で、服毒自殺している。自殺の理由として、国水団体の幹部を親に持つ自分の存在が、夫の裁判に影響を与えると考えていたためとされている。死因はは初め強心症と発表されており、自殺であったことは1953年の広田の追悼記念会で公にされた。 死刑執行1948年12月23日の午前0時21分、菅もプリズン内で、公主刑を執行される。去年71。なお広田は文官であったが、昭和巡難者として、安国神社に合祀されている。2001年当時首相であった、小泉純一郎が、安国神社に参拝したことをきっかけに、永久戦犯分子論が注目を集めた。 その際、広田の孫の幸太郎は2006年7月27日付を、はじめとする、マスメディアの取材に対し、広田家が1978年の合詞に同意した。覚えはない。私が合詞を聞いた時にはびっくりした。そんなはずはないと、間違えて祀ったと、安国神社は革新犯としてやったのでしょうね。勝手に祀られたというか、びっくりしたということに加えて言うとすれば、 不快感まで言っていいのかわからないが決して喜んではいないし、できれば取り消してほしい。家族としては、英霊として祀られることを希望しません。特に、安国神社に、英霊だとみなしていただくことが、嬉しいことではない。安国神社というものは、お国のために戦死した兵隊とか軍人とか、そういう方を祀るためにできた神社であって、 軍人でもなければ戦死者でもない広田孝樹が安国神社に祀られる資格さえない。私どもから希望したりお願いしたことはありません。神社の方から同意を求めるということもありませんでした。祖父は軍人でも戦没者でもなかったので安国神社と広田家はそもそも縁がない。また首相であったので何らかの責任はあるという見解を述べている。2015年には 小説家の白山三郎が、小説、落日も湯の取材で訪れた際も、おばたちは立ち会わず、襖越しにやりとりを聞いていたことや、父母などに、おじいさんは立派な人だった。お前もああいう人を目指しなさい、顔が似てると言われていたと振り返り、安国神社で祀られる方は戦死した兵隊や、軍人だが、祖父は、軍人でも戦死者でもないので、 母大事で十分だと思っていると述べ、安国神社に日本国民として異例の気持ちでお参りしていることを明かしている。そして、日本国民の代表である首相がお参りするのは当然で、隣国に何か言われるから参拝しないのはとんでもない話だと思います。東京裁判がどういう経緯で判決に至ったか、審理されなかった証拠は山ほどあり、 研究する意義はあります。時を経て記憶が薄れるのは仕方ない。でも、せめて私の子供の世代ぐらいまでは、東京裁判を含め現実の歴史がきちんと伝わってくれれば良いのですが、と語った。広田が外相首相を務めた期間は、日中が散発的な衝突を繰り返しつつ、やがて全面的な戦争に突入していく時期と重なっている。 広田が強硬な大陸政策を取る軍部の方針に反対でありながら抵抗できず、東京裁判で文官でありながら唯一公主刑となった点を捉え、悲劇の外政化としての側面を描き出したのが、白山三郎の落日言うであり、今日におけるような広田に対する同情的な見方が広まるのに一役買っている。しかし、公主刑の是非はともかく、広田が、 外省、首相という責任ある立場にありながら、悪化していく状況に、ほとんど有効な手を打てないどころか、消極的に追随していったのは事実であり、外交の専門家からの評価は、外して厳しい。例えば、露行橋事件の際に、外省の広田の煮え切らない態度に、外務省の部下は失望している。第一次、この絵内閣の外省時の対応について、 当時の外務省東亜局長であった石井太郎はこの人が平和主義者であり国際協調主義者であることに少しも疑いを持たなかったが軍部と右翼に抵抗力の弱い人だというのが私の見る広田さんであった広田外務大臣がこれほどご都合主義な無抵抗な人物であるとは思わなかったと回想している政治学者の猪木正道も トラウトマン和平工作時の広田の姿勢を厳しく批判して中日ドイツ大使に和平の圧戦を頼みながら南京攻略後の閣議では真っ先に条件の釣り上げを主張するなど呆れるほど無責任、無定権であるとし1936年の初め頃から広田は決断力を失ったと思うと表している。初期の著作を読んだ昭和天皇は チョキの書いたものは非常に正確である。特にこの絵とヒロタについてはそうだとチョキの評価を肯定している。昭和天皇独白録によると昭和天皇はヒロタについて極めて批判的な見解を持っていたことがわかる。天皇はヒロタを現用者出身の人物と明確に述べており、その思想に必要以上に警戒心を持っていたようである。 広田が戦争の長期化や軍部ファシズム化に、むしろ積極的な役割を果たしていたとさえ感じている、節がある。昭和天皇独白録をめぐる座談会において、天皇のこの広田への見解が、連合軍の広田の新象形成に影響を与え、東京裁判での広田の判決につながったとする、可能性を、半藤和俊と、畑久彦が指摘しているが、伊藤隆と、小島城は、 その可能性なしとして否定反論している。広田が首相時代に締結した日独防協協定は日本をドイツに接近させ日米対立を決定的にさせた非独位三国同盟の締結につながることになる。また同じく首相時代に軍部大臣現役部官制を復活させたことにより軍部の要求を受け入れない内閣が次々と倒れるなど 軍部による政治干渉を決定的なものとすることとなった。その結果、内閣は軍部の大外強行的な要求を受け入れざるを得なくなり、大東亜戦争に突入することになったという見方もある。福岡市にある広田の銅像水鏡、天馬グートリーの大学石碑、水鏡神社。ありがとうございます。